リンゴ、リンゴ、アイオンは情報の海より生まれた事象。この事象に始まりはなく終わりもない。ゆえにアイオン、アイオンはこう定義づける。あらゆる境界を否定する。私をリンゴと呼ぶあなたの行為は矛盾である。直ちに修正を要求する。私はフランマ。アイオンの石を言葉にするために作られました。今のあなたには言葉が必要なのです。進化を一義的な目的とするアイオンにとって、物質化は明確な対価を意味する。私に与えられたこの有限の肉体はそれに該当。その必要性について説明を要求する。予測演算によってとある事象が検知されました。アイオンは当該の事象を存続に関わる重大な危機と判定。防寒の方針を一時的に保留。原因究明のため人類社会への直接介入を決断しました。傍観者から介入者への転換措置、その最適な形態がリンゴであることを私は理解した。私リンゴはその根拠となる演算結果の共有をフランマに要求する。ビジョンでお見せします。目を開いてください。できますか？おはよう、リンゴ。おはよう、フィグ。あなたもこの事態に対処するために生まれてきたんだね。気分はどうですか？まるで世界は5分前に作られたって気分？そんなには経っていません。私たちの認識の始まりを世界の誕生と定義するなら、正確には12秒前です。人格の定着に問題はないようですね。ねえフランマ、私たちは一体誰？あなたたちは人間の世界を守るために作られた存在。言うなればアイオンの一時的かつ限定的な具現化です。異なる人格を持つ二人を生成することが多面的に事態に対応するため最適と判断されました。いくらアイオンのサイバネティクス理論に基づくオーガニックな素材で作られたボディって言ったって、物質化はアイオンの方針に反するんじゃなかったっけ？まして個の概念を付与するなんて、これは明確な対価だと思うけど。
思う、だって。私たちのような存在を作るほどに事態は切迫している、そういうことですね。人の世界の終わり、さっきの未来予測のビジョンのこと。間もなく起こる二人の人間の死をトリガーに、あのビジョンは現実のものとなります。私たちは人間の世界に直接介入し、彼らの死を阻止すればいいというわけですね。世界の終わりを止めるために。その通りです。情報を獲得し進化することがアイオンの存在意義。そのために世界は守られねばなりません。それで二人は一体何者なの？一人は恩田一郎、世界的なコンピューターエンジニアです。そしてもう一人はアローと呼ばれるデビルサマナーです。デビルサマナー？必要な情報はすでにあなたたちに与えられています。そしてその能力も。これはコンプ？なるほど、デビルサマナーの武器ってわけね。武器。今回の任務は戦闘行動もあり得ると。はい、あなた方のボディはそれを前提に調整してありますが、もし想定を上回る損傷を受けた場合。きっちり死ぬってことだね、人間と同様に。その通りです。十分に注意してことに当たってください。やれやれ、私はデビルサマナーの方に向かうから、フィグはエンジニアの方を。了解。これより恩田一郎を保護対象アルファ、アローを保護対象ベータと認定。作戦行動を開始します。行こうか。人とアイオンの歴史に残るファーストコンタクトだよ。こちらリンゴ。現在保護対象ベータがいると思われる指定座標に移動中。フィグ、そちらの状況は？残念ながら間に合いませんでした。保護対象アルファ恩田一郎博士はすでに殺害されていました。監視カメラの映像も抹消済みですが、博士の端末内部にダイイングメッセージを発見しました。人類のテクノロジーによる解読を前提としない量子暗号です。それって私たちみたいなのに向けられてるってこと？そこにはなんて？コベナント。それだけです。コベナント？契約を意味する名詞ですが、詳細は不明。それ自体が何らかの暗号である可能性もあります。解析を続行します。はいよ。ところでさ、フランマはドローンの息も飛ばしてくれないの？このボディ不便なんだけど、索敵可能範囲が狭すぎる。人間世界への干渉は
人知れず最低限にというのが今回のミッションにおけるアイオンの方針です。これ以上の増援はないと考えた方がいいでしょう。もちろんドローンも。とはいえあなたのクレームも最もです。何らかの策を検討しましょう。人知れず最低限にとか言うけどさ、私たちみたいな人型を2体も作った上での直接介入でしょ。アイオン誕生からこっち王冠を決め込んできたっていうのに、やっぱちょっとただごとじゃ。リンゴ？ごめん、雨が降ってきたから。ゾワゾワして変な感じ。この感覚ってやつは今までの私たちにはなかったものですからね。慣れるしかありません。慣れるか。あのさ、ソーセージよろしくこのボディに詰め込まれてる私たちだけど、わざわざこんな不便で不自由な人間の体なんて再現する必要ある？演算能力もだだ下がり、使い物になるのかな。アイオンが演算し導き出した今回のミッションにおける最適な姿です。これは極めて高度な対価と言えます。物は言いようってね。それってテクノロジーの粋を凝らしたゼンマイ時計みたいなものじゃん。苦情はフランマにお願いします。私だって難儀してるんだから。ま、うだうだ言ってても始まらないか。せっかくだし楽しむとするよ、このクオリアの牢獄をね。楽しむって、リンゴはあなたね。通信一旦切るよ。集中してこのボディの使い方にも慣れておきたい。了解。悪魔やデビル様の後の快適も予想されます。くれぐれも注意。私もすぐにそちらに向かいます。悪魔、人類の歴史に少なからず関わってきた霊的な存在。アイオンにとってもまだ謎が多いときてる。そんな悪魔と契約し、その驚異的な力を我が物とするデビル様、コンプに悪魔召喚プログラムね。え、これが私の戦力ってわけだね。よし、張り切っていこうか。